さあ、という今日も一人で2023実況プレートってこともんだけど、今日紹介してくれちゃこちらのジョアン・カンセロ選手になるんだけど、まあこのカンセロね、まあ今更カンセロ紹介するっすよ、みんなもう使ってるわっていう選手がね、選手はね、みんなこんな使ってるわって人が多いと思うんだけど、まあ改めてこのね、インナーラップサイドバックっていうプレイスタイル、まあちょっと特殊なプレイスタイルになってると思うんだけど、まあこのインナーラップサイドバックね、非常に俺使いやすいと思ってるんで、今回こちらのね、まあインナーラップサイドバックをこの両サイドにね、まあ配置してあげて、まあやるとすごいね、結構ビルドアップとかね、やりやすいよっていうところをね、まあ紹介できればいいかなって思うんで、まあそんな感じで、まあやっていこうと思うんで、早速試合の撮っていきましょうかと。スタートからバッチングしました。FC バルセロナさん対戦よろしくお願いします。ディビジョン4なんでちょっと格上だからちょっと不安なんだけど、まあ真剣にやっていけば多分大丈夫だと思うんで。さあ、そしてなぜか選手がめちゃくちゃ調子いいと。ちょっとアダムス好調なんで、ちょっとアダムススタメンで行ってもらって。まあ、あとはそうだな。ちょっと待て待て。みんなどうしたってレベルで好調なんだけど、まあちょっと後半から、まあ変えて感じいいかな、あとはね。まあ、ちょっとすごいね、これで。ちょっと負けられないね、これはさすがにね。さあ、ムバッペのキックらしい合い返し。まあ、今回ね、インナーラップサイドバック採用してるんで、積極的にこのサイドバックのところにね、サイドバック経由したビルドアップみたいな感じ見せれれば非常にベストだと思うんで、まあ、そんな感じでやっていきましょうか。さあ、チアゴしっかりと。アダムスいいよ。いや、ちょっとそこで受けられるのきっちいな。メンホワイト。オッケーオッケー大丈夫だよ。ナイスキーパー、ジョゼサーと。いや、いいね、ジョゼサーね。さあ、そしてちょっとインナーラップサイドバック使っていきたいんで、若干ちょっとビルドアップ下手そうなんだけど、俺ね、頑張ってやっていこうか。さあ、なんとか、オッケー、繋いでいく、サンフィル繋いでいく、ちょ、サンフィルこうキープしてもらって、ちょ、インナーラップサイドバック、お、インナーラップしろ、お前、どんだけオーバーラップしてんの、お前は。オッケー、オッケー、大丈夫、大丈夫。オッケー、大丈夫だよ。いいよ、いいよ、素晴らしいビルドアップだよ。さあ、そしてベンダッチ、サルチェンジと。ちょ、お前、オーバーラップすんな、マジで。いや、いいオーバーラップなんだけど、何やってんの、お前、バカだれ。いや、インナーラップサイドバックはね、全然インナーラップしてくれないんだけど、オッケー、オッケー、大丈夫だよ。オッケー、よしよしよしよ、チアゴ、チアゴ、お、ナイス、チアゴ、チアゴ、オッケー、チアゴ、チアゴ、ナイス、それロビキサル展開からのサンフィル、ちょっと一旦こう、いや、素晴らしいオーバーラップだよ、もう全然インナーラップサイドし、インナーラップしてくれないんだけど、オッケー、オッケー、大丈夫。これ前棒かな。そもそも出ないね。さったら大丈夫だよ。オッケーオッケー。絶対こっち来る、絶対こっち来る。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だよ。オッケーオッケー、ロビンキー欲しいよ。さあ、ちょっと間取られるのちょっときちんだけど、チアゴしっかり寄せていくと。さあ、そしてロビンキー、オフェンス高いからね。ロビンキー、オッケーオッケー、ロビンキーよ。ロビンキー、マジいい選手だからね。さあ、ちょっと今回初めて使うからロビンキーちょっとわかんないんだけど、オッケーロビンキー、ロビンキーよ。ロビンシュートだろうか。ロビンキー、オッケー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 。いや、ロビンキーって言ったらやっぱゴールパフォーマンスだから、ちょっとぜひ点取ってね、ゴールパフォーマンスしてもらいたいんだけど、そこはカンセロのコーナーキーらしい、いい再開。若干ちょっとミスったかあるんだけど、なんとか、ベラッティ。いやー、惜しいね、ベラッティ惜しいよ。ベラッティヘディング勝てるわけないんだけど、サムいる？オッケーオッケー大丈夫だよ。ワンチャン入るかこれ。オッケー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 。普通に俺キックエントにしたんだからさ、キックエントしてほしいんだけど、オッケーいいよ。いやー、でも素晴らしいインタスクだね。さあからのベラッティ一応サイル展開からの、さあ、シンセラギョ、シンセラギョ。さあからの、いや、惜しいね、シンセラちょっと若干振り向きざまになっちゃったけど、まあしっかりコーナーキック獲得と。さあ、ここはカンセロからキラシアイサイケ。カンセロかなりカーブいい選手なんで、アダムス、口で強いよ、こいつね。いや、惜しい。あ、惜しい、死に。いや、何やってんだ、マジこいつら。オッケー。ここガツンでいこうか、ベンホワイトね。ベンホワイトガツンでいけ。ベンホワイトガツンでいけ、お前。いや、ベンホワイトその対応よくね、マジで。パウドレス、お前。こいつら通る気がねえのか、ボール。あっと、何やってんの、こいつら、ほんとにもうさ。今の失点ひどくない？ちょっとこれ。2、3回取れるチャンスあったけどね。さあ、これ、ロビーキーのキックらしい合い再開。まあ、取られた線、取る、しょうがないんで、まあ、しっかり切り替えていきましょうか。オッケー、大丈夫だよ、大丈夫だよ。オッケー、カンセロ。カンセロ、何やったの、マジ。ちょ、さっきからおかしい、こいつら、共同が。何やってる、こいつら、マジ。ナイスキーパー、ちょ、さあ、危ない、危ない。なんとか、ここちょっと。さすがにちょっと2点差厳しいんで、ベラッティ、ベラッティ、お前、ちょ、ほんとやめて、ほんとやめて。オッケー、ナイス。おい、ファールだろ、今の。オッケー、オッケー、シニスター、シニスター、ここ、ちょ、中で変えようか。うちのエースなんでシニスターね。ちょ、中で変えとこうわ。シニスター、お前、流れ変えろって、お前。オッケー大丈夫だよ。トラップギア。ガツンでいけ。パドレス、パドレス。オッケーオッケー大丈夫、大丈夫。絶対大丈夫、絶対大丈夫だよ。パドレス絶対大丈夫だよ。オッケーオッケー。なんで取らないのこいつら、ほんとに。意味不明なんだけど。なんでボール取れないのこれ。いや、ちょ、2-0 はやばいって、ちょっと 2-0 危険なスコアって言うんだけど、さすがにちょっとそれ現実の話やって、現実はやっぱ45分あるからいけるんだけど、このゲーム、どんだけ下手くそだ、マジでこいつ。やべえ、こいつらマジで今日。あんなに調子よかったのにさ、全然みんな良くねえじゃん、今日。まあ、1点取れば変わってくると思うんだけど、さあ、ロビキン行くよ、ロビキン行くよ、ロビキン行くよ。さあ、ちょっとサムいる、ここなんとかしようか。サムいる、サムいる。オッケーいいよ、いいよ、チアゴ、チアゴ。いや、素晴らしいワンツー抜き出しだね。さあ、からのシンプルの下げどこか。いやー、惜しいね。カンセロなんとかしろ。オッケー、ナイス。サムいる。オッケー、ナイス。なんとかしろ。なんとかしろって、お前ら。なんとかしてくれ、マジで。なんとか、オッケー。ロビキン、ロビキン、シュート取られ。ロビキン、もう、なんでそんな変なチョコシュート打ってしまうんだ、俺はこんなところで。さあ、ここはカンセロのコラキラシアイサイ。いや、これ結構イボリだぞ。ロビキン、ロビキン、あ、惜しい。あー、当たったわけ、あー、もう、ちょっと待って、ラッキー。オッケー、ワタッチ。ロビキン、ロビキン、オッケー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 。いや、いいよ、1点取ったら変わるからね、試合はね。やっぱ 2-0 危険なスコアって言うんで、まあ、1点取れば、次の1点が大事になってくるからね。次の1点が相手に入ろうもんなら3対1になっちゃうんで、まあ、逆にこっちでね、俺が1点取れば、まあ、当然2対2になるんで。オッケーいいよ。マジ、真剣にやれ。もうなんでこいつらこんな、さっき守備やる気がねえんだ、マジで。手を。間違えた。まあまあ、結構ね、結構ね、全然間違えてねえわ、別に。オッケーよくなかった。さあ、お外。いやー、パスエナチョコすぎる、マジで。おー、ラッキー。なんとか。もう、どんだけパスエナチョコなん、こいつ。
さあ、このロビーキングのキックオフラッシュ愛妻会と、ちょっと結構押してたと思うんで、まあ、しっかり前半の感じを続けていけば多分いけると思うんで、いや、サマフィル謎のルーレット、おいふざけんな、お前、サマフィル、お前、怪我したらどうすんだ、マジで。もうサマフィルはマジ上手いからね、こいつね。ちょっとこういうフェイスじゃないって言ったけど、多分ね。マジチャンピオンシップだとズバ抜けたクオリティ持ってる選手なんで、リーズでもね。まあ10番背負ってこともあって、結構ね、ほんと期待の選手なんで、さあ、カンセロ、ここはちょっと違い見せていくよ、カンセロ。さあ、サマフィルいくよ、サマフィルいくよ。いやー、なんとかして、ジャゴ、あー、惜しい、あー、ジャゴ、あー、OK、ジャゴナイス。さあ、ムーアップルギー、これは試合再開と。さあ結構ね、2-0危険なスコアっていうのをね、字で証明してんだけど、字で証明するって言い方合ってるか分かんないんだけど、さあ、OK、いいよ。大丈夫だよ。マジでキモい、こいつ、危ない。サミル、ちょ、それはまずいな。カズロ、バルセロナ対決ロバートソン ?OK、ロバートソン、これ、インナラプサルバックなんかな、これね、多分ね、分かんないけど。さあ、ロビキーからの、素晴らしいタイミングで上げていくけど、ちょっとこのゲームフラスランも強くねえんだよな。まあ。いいよ、ベラティ読んでるんだけど、いや、惜しいね。ベラティガツンでいけ。ベラティ、お前、守備うまいからな、こいつな。OK、ナイス、ナムス。さすがナムス。帰ってきてほしい、リーズに。ナイス、ロビキン。あ、惜しい。よく当たってよ。オッケー。からのシミステル、間取っていく。さあ、ちょっと若干ここ冷静になろうか、ベラティね。いや、素晴らしいね。これにナラプサルバックね。これね、そして草び入れていくよ。いや、素晴らしいから、ワタッチ。これです。これがインナラプサルバック。あ、よいしょ。若干ちょっとチアフの決定力に助けられたかあるんだけど、なんだ。もうさ、なんか俺だけ盛り上がっててさ、すげえバカみてえじゃん、なんか。やっぱ2-0は危険なスコアね、証明完了だね、これね。さあ、ということで今回こちらね、まあ、カンセロ選手、まあ、あるいはまあ、テオエルナンデスみたいな選手を使ってみたんだけど、まあ、結構ちょっと手をあんまパスの数値高くないんだけど、まあ、このカンセロとかね、結構パス数値も高くて、まあ、中盤起用もできるみたいな感じなんで、カンセロはね。すごいね、偽サイドバックに適した選手だと思うんで、まあ、そういう選手、まあ、インナラップサイドバックに採用してあげると、まあ、非常にね、ビルドアップスムーズになるんじゃないでしょうか、という感じで思うんで、まあ、よかったらね、真似してみたらどうでしょうか、というところで今回の動画はこの辺で終わっていこうと思うんで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします、ということで、さよなら。